N かけるガールズライキッド。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラブ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキッド。このコーナーは西鉄グループと様々な人、こと、ものの掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン N かけるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、西鉄の N と人、こと、ものの掛け合わせのかけるで N かけるとなってます。さあ今日紹介してくださるのは上本ななみちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速今日紹介する記事はこちらです。うん、西鉄の新入社員研修に潜入、うん、スタンプラリーを使った研修に密着ということで、この記事はですね、うんうん、2023年8月16日に公開された記事ですね。うんうん、スタンプラリーっていうとちょっとどういうことだろうって思いますけど、うんうん、そうね、まず西鉄がそもそもバスや鉄道に限らずに住宅、都市開発、物流など幅広い領域で事業を展開していますけども、うん、2023年に入社した新入社員の研修で、うん、その様子を記事にてお伝えしているんですが、はい、それぞれの部署で研修を実施する中で今年自動車事業本部が新しい研修にチャレンジしました。うん、その名も NFT スポットラリー研修というんですけれども、今話題の、はい、最新、これがなんかその西鉄のバスを使いながらっていう感じで、うんうん、でルールがこの記事にも載ってて、うん、制限時間6時間、はい、そして入賞条件っていうのがあって、こう競い合う形で、競い合う形で、うん、あのスポットラリーをしていくみたいなんですけど、うんうんはい、制限時間以内に20個の NFT を集めて会場に戻ってきたチームの勝利。1チーム4名ね、面白そう、うん、このチーム戦っていうのがまた新入社員にとっても嬉しいし、うん、仲が深まるし、こういいのかなって思うんですけど、うん、行動単位の最小は2名っていうのも決まってて、まあ、1人行動はダメだという、そっかそっか、うん、のもあって、で移動手段はもちろん西鉄バスと徒歩のみ、うん、楽しそう、6時間、うんうん、だからこうあの結構バスに乗り遅れるっていうシーンも、うん、こう記事に載ってますし、うん、さらにですね、最新技術を使った NFT スポットラリー研修っていうのは、うん、以前はアナログで行っていたバス停スポットラリー研修を、うん、今回はトヨタファイナンシャルサービスが開発中のシステムを使ってバージョンアップされて実施されているということで、やっぱりこうデジタル化の時代に沿って研修も行われてるみたいで、あの私はもうあの同級生、同い年の代は社会人の子が多いので、うんうんうん、研修が研修がっていうすごい話も聞くんですけど、うんうん、こういう面白い研修があったら、うん、こうなんか喜んで朝から会社に行ける気分かなと思って、うん、なんか朝が憂鬱にならないというか、なんか、うん、研修って聞くとやっぱりこう学生からするとなんかお堅いイメージというか、うんうんうね、ちょっとなんか最初わからないことも多くて怖いんじゃないかなってイメージがあるんですけど、うんうんうん、面白いですよ ね、 ラフな感じ、うん、でも、うん、こう実際にこう人から話を聞いてるだけよりも自分でこうやって行動すると、うん、頭にも入ると思うし、うんうん、確かに、うん、なんかすごい面白いアイデアだなっていう風にも思いますし、うんうん、やっぱりこの記事を見てると、うん、チーム戦だからこうみんなで協力してる様子も見れますし、うん、優勝をかけて西鉄本社に走り込む様子が、はい、本当にあの走り込んでますもん、うん、もう崩れてますもんね、うん、スーツでもうわーってやっぱり新しい環境でいろんな人とこう仲良くもなれて、うん、チームワークも深まっていいのかなっていう風に思 う、 こう記事で、うん、皆さんもぜひこれを見てなんか新しい領域というか、いや、うん、を知る機会になるんじゃないかなっていう風に思いました。はい、ということで今日の N かけるガールズライキットは、西鉄の新入社員研修に潜入、スタンプラリーを使った研修に密着の記事をご紹介しました。はい、N かけるガールズライキットはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify、ポッドキャストでも配信しているので皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。はい、ななみちゃん紹介ありがとうございました。以上 N かけるガールズライキットでした。